本音と建前が入れ替わってるわよ。わあ、手柔らかに。レンタロウくんの。それ、ウレションするところだった。セーフかな。なんで？せっかくレンタロウくんの体に触りまくれるチャンスなのに、間違ってあんなところやこんなところに手が当たっちゃっても許されるチャンスなのに。ハラネさんが怖いからじゃないですか？そんな風にすぐ大きい声出すから。静香さんにあんなにはっきり本音を言わせたんですから、カラネさんも本音を言わなくちゃダメですよ。すか、じゃあ、私もレンタロウくんとキスしたいです。